令和4年10月の28日、夫田辺の元、妻矢口の秋子、両親のためにみたいな感じでやろうと思った式なので、なんか両親の顔、あ、そういうの言うと泣いちゃいそうなんだよねそんな感じです。感謝の言葉とかちょっと言っていただけると。え、ご両親に、ご両親に、はい、え、泣いちゃうからあ、じゃあ今はやめときましょう。意気込みみたいな、意気込み転ばず無事に終わりますようにまあでも、なんですか、けじめの日なのでちゃんと神妙に受け止められるように一秒一秒焼き付けるように過ごしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。本当直前ですけど、今日迎えてどうですか？はい、そうですね、ちょっと緊張するような楽しみな感じです。昨日とかはもうあれですか、もう寸前までというか、もうずっとお仕事で。そうですね、実は火水木で出張に出ていて。あ、そうなんですね。はい、で帰りも彼女も遅かったのでバタバタして、二人してもバタバタで、バタバタの中で日取りは決まってたんですけどね、後からいろんな出張とか仕事が入っちゃって、うん、さあ今日迎えるにあたっては、はいはい、一番何のために今日この日を挙式を行おうという気持ちでいらっしゃいました？そうですね、やっぱりまあ席を入れてからはちょうど1年なんですけれども、やっぱりけじめとしてこういった式をやることによって、また末永く一緒にいられるような感じが作れたらいいなとは思ってます。なんか意気込みみたいなのもいただけますか？意気込みが、まあ将来見返して、例えば万が一子供が授かれた時とか、子供にもしっかりと自信を持って見せられるような、そんないいお式ができたらいいなと思ってます。
だ。心配してこのまま捨てちゃうのかな。よかった。よかったです。おかげさまで。よろしくお願いします。高橋さんの心の中で何がありますか。向かい合うやつ。坂崎なんですが、筆長下から第中小3枚使っているものがありますので、重なった状態でご神道様にお願いします。そのまま一番目の中の上に分かったらしいと思います。謹んで聖旨を立てまつります。今日の良き日に結婚の式を挙げますことは、すべて賢き土よみ八幡宮の大神の御恵みと心から感謝申し上げ、今より後は千代に八千代に変わることなく、夫婦の道を固く守り、苦楽を共にして平和な生活を営み、清く明るい生涯を築き、これからの長い道のりを共に歩み続けることをお誓い申し上げます。令和4年10月の20日、夫田辺の元、妻矢口の秋子、そうですね、持ちましょう。はい。右手で上から押さえて、人差し指をこのまま当てて、左手で打てるように打ちました。はい。じゃあ、ここからちょっと寄っていきます、ね。はい。それでは、行きますね。参りまーす。はーい。ちょっと目線合わせてみたい。少し、また改めて目線こちらにお国ください。はーい。はい、ですね。ありがとう。落ち着いた感じで、よかったですね。はい。お母さん、どうですか？はい。これで、区切りがつけられて、改まった気持ちになりました。おめでとうございます。いや、二人で本当に幸せに、体に気をつけて頑張ってね、はい、そうですね、支え合って末永くやってくれるといいなと思っています。荘厳で良かったですね。感銘でございます。お宮参りが鶴ヶ丘で、七五三が鶴ヶ谷八幡、全部八幡宮、まあ、そんなこと思いましたかね。緊張せずにリラックスして、おかげさまで、皆様のおかげでできたと思います。元気にいつまでも仲良くと思います。やっぱり末永く仲良く楽しくやっていってくれたらと思います。
挙式いかがでした？なんかあっという間に終わってしまいました。でもなんかちょっと嘘みたいな現実とあれなんか狭間みたいな感じで、あ、もう始まってるのかっていう感じでした。最初に言われたその感謝っていうところは伝わったと思います？伝わったのかな、まあ、伝えきれてるのかは分かりませんが、まあ、でも嬉しそうな顔してニコニコしてるのを見られたのは良かったなと思ってます。もともと結婚式は別にそこまで興味がなくて、なんか2人ともやらなくてもいい、別に写真だけとかでもいっかみたいなことを言ってたんですけど、まあ、うちの母からあんたフォトウェディングで済ませようと思ってるんじゃないでしょうねって言われて、あ、やっぱやった方がいいですかって、当たり前じゃないのって言われて、まあ、けじめだからしっかりとお式をしてくれっていうふうに言われて、まあ本当にじゃあ両親のためにと思ってやったんですけど、やっぱりすごくやってよかったなっていうのは感じました。大成功だね。そうですね。大成功、大成功。お父さんはいかがでした、挙式は？そうですね、おごそかな感じで、うん、素敵だったと思います、うん、ね、できてよかった。家族としての目標なんだろう、まずはダイエット？そういうこと違うね、なんでしょうね、やっぱりでも2人で長く楽しく幸せに健康で暮らせればいいかなと思ってます。